登場です。私は今どこに来ておりますかと申しますと、約1年くらいぶりかな。去年も来たんですけどもね、軽井沢に来ておりますね。これしかもアウトレットのショッピングプラザでございます。去年来ましたね、夏くらいに確か。で多分10分くらいで帰ったんですけどもね、ちょっと今回はどんなもんなのかっていう。とりあえずね、寒いんですわ。十何度しかないんですよね今。天気も悪いし寒い。 で今日は土平日なんですけど、木曜日かな水曜日かな、土平日なんですけどもね、人がやっぱ意外にいますね。寒い。もうちょっとね、完全秋、秋ですわね。ということでちょっとあんまりそそられないんですけども、正直言ってね。じゃあなんで来たんだって話ですけども、まあ休みで暇なので来たということですが、まあちょっと見てみようかな。ちょっとね、ちらっとブラッと見てみます。もうハロウィンですかねこれね。まあこうやって自然っぽいところにいるという、それを散歩、その中を散歩するだけでもね、まあなんとなくのリフレッシュにはなります。皆さん、案の定ではありますが、特にこれといってございません。まあアウトレットってのはそういうものですよね。じゃあそんなことが分かっててなぜ来たのかと、まあ気分でございます。まあ一応ね、定点観察ではないですけども、どんな様子かなと思ってね、なんか新しい店とかできてるのかなとか、なんかそういうのも兼ねてちょっとね、休日のお出かけということで来ておりますけども、まあ結構賑わいを見せております。観光客なのか、まあはたまた多分外国からのね、特に、アジア系の観光客っぽい人も結構いらっしゃいます。でまあこのね、アウトレットっていうものに関してね、まあ見てて思うのは、まあ本来ね、アウトレットなんてない方がいいと思ってるんですよ僕は。必要悪事だと、私は考えてるんですよね、なぜなら全ての生産されたものがプロパーで売れる、あるいはまあここまで来なくともセールで売れるようになっていれば、まあアウトレットなんていうものがね、産業として成り立つはずはないんですけども、まあ、なかなかそうもいかないというところで、まあ僕はアウトレットは否定はしませんし、まあしょうがないというかね、必要悪だなというふうに思ってますが、やっぱりこれだけ人が来て、なんかにぎわってるのを見るのも、まあ少し複雑な気持ちでもありますと、いうところですよね。まあ通常の値段からね、50% 60% 引かれてるわけですから、なんなんだと一方で思ってしまいます。まあそんなところですかね、なのでまあ私はですね、アウトレットで買い物をするってことはね、まあ基本ないですね。まああんまいいものがないっていうのもあるんですけどもね、まあいいものがあったら買います、もちろん。でもいいものはありません私的には。あんまりとか言ってるとあんまりね、こうアウトレットをディスってるみたいな風に聞こえるかもしれないけど、そういうわけじゃなくてねただ単純にどこに行ってもいいものがなければ買い物はできないという、ただそれだけのシンプルな話でございます。まあ相変わらずだな軽井沢な。
そんな感じがしてますね。まあまあそんなことはもうどうでもよくてですね、まあ僕はもう一つ軽井沢の目的地として重要なところがありまして、このアウトレットなんかどうでもよくてですね、ちょっと温泉に行こうかなというふうに思ってますんで、これから温泉に行こうかなと、今回のアウトレットパーク軽井沢プリンスショッピングプラザ滞在時間、今回も15分くらいですかね。はい、なので真の目的地へこれから向かいます。さあやってまいりました。軽井沢千ヶ滝温泉というところですね。なんかちょっと寂れてるんですけど大丈夫かな、人も全然車も全然止まってねえし。このね千ヶ滝温泉のね手前にトンボの湯っていうね、皆さん星野リゾートってご存知ですかね、星野リゾートのところがやってるねトンボの湯ってとこあるんですけどね、そこはね駐車場満車なんですよ。でこっち来てみたらねスカスカなんですね。大丈夫かなと、まあ空いてるからいいか。はっはっはっ、おお、なるほど、お、綺麗、この温泉の施設までちょっと道があるんですね。このおお、これちょっと自然が非常に豊かで癒されますよ。涼しいというか寒いな。おお、なるほどなるほど。あ、こうなっとるんや。へえ。まあいいや。いや、いい湯でしたね。非常に、ちょっと顔がほてってますけども、ビール飲みてー、くそーっていうような感じで、おすすめです。千ヶ滝温泉。あのね、案の定めちゃめちゃ空いてて、もう最高。なんかすげえ広いんですよ、風呂の中が。浴槽がすごい広くてですね、で良かったのはサウナですね。サウナが良かった、本当に。なんかね、フィンランド式サウナとかいうのがあって、なんとなく皆さんイメージつきますかね、フィンランド式サウナとかいう。なんか低温らしいんですよ、低温らしくて、低温のサウナがあって、でサウナ出たすぐそこにそのテラスみたいのがあるんですよね、テラスで。だからそこで体をこう冷やして、またサウナ入って、でまたテラス出てみたいな、なんかそれを繰り返すみたいな、そういうサウナがあってですね、それが良かったですね。非常に一人もいなかったし、まあ平日っていうこともあるのかもしれないですけど、よかった。うん、さあ今日はこれから僕の家の方に戻ってですね、iPhone XS が届いたというね連絡が入りましたので、ちょっと取りに行こうかなと思っております。いやー、軽井沢人が意外に多いですね。やばいわ、中国人
超いる。すごいな、すごいや。昔こんなにいなかったイメージがあったんだけど、すごいですね。運転しながら話すのは、これ動画回すのは結構初めてかもしれないな。こっち見てますからね、脇見運転しませんよ私は。いやいやいや、うわ人が多いなやっぱり。涼しいですねそれでね、軽井沢もう秋です。まあ僕普段ね休みの日、今日はまあ休みの日をこう映し出してるんですけども基本僕ねあんまり外出ないんですよね。インドア派の インドア中のインドアなんですよね。まあ今日は重い腰を上げてねちょっと出かけるかと、せっかくですからということで軽井沢にやってきましたけども、おお危ねえ、中国人怖え。なんかチャリ急に車道出てきて危ないっすね。僕はたまに車運転しますね。これ家にある軽自動車なんですけどもね、僕ね免許取ってから軽以外運転したことないんですよ、ほぼ本当に。だから普通車とかねちょっと怖くて運転できないんですよね僕勝手が違うじゃないですか。うん、あの車体が全然、車体の大きさによって多分全然違ってくるんで、僕も免許取ってからずっと軽しか運転してない、ビビって。だからもうその感覚がね、体に染みついちゃってちょっとね嫌なんですよね他の車運転すんの。しかもまあ僕一応マニュアル取ったんですけどね、なぜかね、なぜかマニュアル取ったんですけどもね、免許取ってから一度もマニュアルも運転したことがないんで、意味が分かりませんね。まあでもやっぱこういうね長野県とか田舎に住んでるとやっぱりあれなんですよね、車社会なんでどうしたってね車ないときついみたいなとこありますよ正直な話。これどれくらいカメラ回してようか僕今悩んでるんですけどね、帰るまでってなると1時間ぐらいあるんで、さすがに1時間ベラベラ喋ってるわけにもいかないかなと思いつついやこれくらいで止めるか。こんなセブン見たことありますか。見てください、これがね軽井沢の規制の厳しさなんですよ。見てくださいあれも、ほらこんなね色がね色あせたセブンイレブン、これを見せたかったということで、パパ10S でございます。 10S はーい、とうとうでございますね、発売開始が確か9月21日だったので約1週間後の、1週間後に私の手元にですね届いて、まだちょっと設定が全て終わってなくて、ちょっとめんどくせえなとかって思ってるんですけど、まあとりあえずなりましたね
何をレビューしていいかちょっと分かんねえんだけど、でもとりあえずカメラは綺麗でした。カメラは綺麗で、でね、ちょっとやっぱ大きいです。若干大きくなってます。少し横幅がでかくなったかな、少しちょっぴね、そんな気がして、あとちょっと重い、若干あちょっと重量感がありますね、というそういう感じでね。はい、で僕はスペースグレー、グレーですかこれ、スペースグレーってなのかな、グレーっていう色で、256GB ですね、してます。このサイドのところがね、なんかちょっとこうメタリックな感じになって、でここもガラスなんですよね。うわガラスらしいです。ちょっとね画面シートとか、まあね、ちょっといろいろ買わないとなと、ケースとか買わないとなと思っておりますが、まあ私はねもうほとんど iPhone で済ませてるので、動画に関しても、動画やなんやらいろいろね、スマホに iPhone にすごい頼ってるので、まあ、iPhone はねなるだけスペックの高いものにしたいなというふうに思いまして、もうパソコンですよねこれ。15、6万したんでひーって感じだけど、まあ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 、これで皆さんね、ちょっとこれ今後ね画質が良くなればなと、少しでも良くなればなと、違いが分かればなんかいいなというふうに思いますし、まあセブンはセブンでね、下取り出さずに撮っておいたので、なんか撮影の時とか例えばなんかね、カメラとしてちょっと使おうかなとか、いうふうに思ったりもしてます。はい、そんな感じで今日の私の休日、いや意外に充実しましたね、携帯の知らせも入ってよかった、ちょうど休みの日に。はい、そんな感じです。